皆さんお久しぶりです。お久しぶり。どうも、だいぶ間が空きました。大気の器水銀窟水染み出しラジオです。3週間とちょっと空きました。前回のですね、この YouTube おしゃべりラジオね、大気の器のおしゃべり配信でですね、なんて言うんですか、やるやつはね、やるやつはどんな状況になってもやるっていう風に言ってたんですけどね、もう前言を完全に撤回いたします。状況が変わって忙しくなったら、配信をやらないこともあるということがですね、分かってしまいました。私ですね、見事に、自分の状況、その状況に流され甘えて3週間ちょっと全く配信をいたしませんでした。ブログも書いておりません。だいぶ経ちましたね。Facebook ですね、打文をですね、ちょこちょこと、書いておりましたから、Facebook なんていうのはですね、あんなものはあくまでですね、なんて言うんですか、あんなものはあくまで会員制サイト、あくまで会員交流サイトですからね、あんなもん。あんまりね、お店の宣伝とかですね、こういうことしますよとかいう公的な発信にはね、向いてないっちゃ向いてない。まあそんな、一概に向いてないっていうことも言えないんですけどね。あんまりね、あれもごくごくプライベートなものですからね。あれちゃんと、YouTube。YouTube は違いますからね。YouTube とかでならプラットフォームが全然違いますんでね。ちゃんとした配信、発信をね、やればいいないかということで、ね、やれということで3週間、以上空いてしまいました。もう YouTube でですね、もう流す意味あんのかなと。YouTube で流すのね、喋ること自体はね、まあ、10分から15分、ね、20分弱喋るんで、できないことないんですよ。できないことないんですけども、これ YouTube に載すまでがですね、結構大変なんですよ。言い訳。できなかった言い訳を話しますとね、この前みたい、昔みたいにね、ちょっと前みたいにラジオ、ね、水染み出しラジオ言うてやる前みたいにね、動画をね、3分ぐらい撮ってね、まあ、こんな感じですと、作ってるとここんな感じですって言うと、まあ、これでね、僕は3年間ほぼ毎日ね、ほぼ毎日言い過ぎかもしれないけどね、500回ぐらいずっと流してたんですから、500回も流してんか、450回ずっと流してたんですから、大したもんやとも思うんですけども、それはね、簡単、それはね、結構簡単なんですよ。流すの。これ、15分、喋って、それを編集して、映像を、で、音だけやと、あれなんですよね。音だけですと、YouTube 的にはあんまダメなんですよね。音声だけの配信っていうのは、まあね、ダメ言うたところでね、20回ぐらいしか聞かれないんでね、それこそ AI が、判断して、お前違うわよってポイってされたところで何の問題もないんですけども、ということは映像つけなあかんと。映像つけるっていうことはね、結局白黒の映像つけてるでしょ？白黒の映像。このバックね、流れてると思うんですけど、あれを結局20分ぐらい載すっていうことになるんですよ。そうするとね、その YouTube 用に映像を加工してパッケージングするのに、あれ40分とか50分かかるんですよ。その一つの YouTube のサイトにこれで流しますっていう風にできるんだな、しようって言うんですが、しようにするのに、編集して映像で20分つけちゃうと、話したら15分とかの映像つけちゃうのね、そのしように落とし込むのに、ものすごい時間かかるんですよ。それで億劫になっていたということで、まあまあ、すいません、うちわの話しました。はい、うちこっちの話なんですけど、あ、もう3分経過してしまいましたね。それではね、久々に、行きましょう。タイトルコール行きましょう。行きます。大気の器水金窟水染み出しラジオ水染み出しラジオの時間が、本日もやってまいりました。3分50秒あたりで、タイトルをコールさせていただきましたね。もう誰がね、誰が聞いてんねんで、おなじみの水染み出しラジオ、水金窟の話を一切しない水金窟水染み出しラジオということでやっていきたいんですけど、先週のですね、金曜日ですか、あれ先週の金曜日、もう 先週の金曜でもないんか、20、もう先々週の金曜日、先週7月10日が、7月10日になるのか、10日がね、4月10日や。17日か、何言ってんねんな。ちょっと17か。ちょっと忘れました。すいません。ちょっともう7月17日やったっけな。おもろしがに出てきました。皆さん、琵琶湖放送。琵琶湖放送、夜7時からの、金曜日夜7時からの生放送。おもろしがに、滋賀で、甲賀市で変わったものを作っているということで、まあ、ゲストという扱いなんですかね。ゲストだなんておこがましいですけどね。出演してきましたよ。
ジャリズム渡辺さん、ね、世界の鍋やつ、世界の鍋やつ桂三度さんが、司会でということでね、琵琶湖放送にこう行ってですね、琵琶湖放送ってね、まあ、あの山の上にあるんですよね。もう滋賀大津インター降りてもう車で5分ぐらいなんですけども、すぐねあとちょっと住宅地の上の方にあって、あ誰もいないんですよね。すっごい静かなところにあって、琵琶湖放送自体も1階ってね誰も人いないんですよ。あすごいですよ。行ったら受付とか何にもなくて電話置いてあるんですよ。階段の下に電話が置いてあって、用事のある人は電話で呼んでくださいって書いてあるんですよ。なかなかおすごいすごいオープンなテレビ局だなということでね、そこで水銀物とかをね、こう、おもろしがで、生放送ですよ。金曜の夜7時ですよ。ドラえもんと一緒ですよ、こうなったらでも。もうドラえもんと一緒の、まあ、いわば番組、時間帯に出てきたわけですよね。あれでもうその水銀物をね、車で行って、水銀物何種類かありましたんで、それをね、下ろしてたわけですよ。そしたらね、誰もいない。1階に誰もいない、琵琶湖放送って。うん、本当に。その時間。あれーと思って、俺誰もいない、下ろしてんかなって下ろしてたらね、一人ね、ふらーっとね、その、ビルの横からね、歩いてきゃるんですよ。ビルの横から。あ、誰か歩いてきゃったって、ふっと見たらね、なんかね、派手な格好で綺麗な、下はね、短パンやったんですけど、なんかね、素人じゃないような感じの人が歩いてるんですよ。あ、誰やろな、なんか見たことあるなと思ってね、ずっと見ててね、まあ絶対ね、こっちには目合わさんと、こう、冥府したまま顔言ってたんですけどね、あーって、ジャリズムやと思ってね、ジャリズムの鍋やつやと思ってね、はい。なんか、琵琶湖放送もあったね、外に喫煙所があるんですね、喫煙所が。その喫煙所でタバコ吸ってて、まだ玄関から入ってきて、どうも行くとこやったみたいですよ。わーっと思ってね。まあ、挨拶、その時はできませんでしたけども。わ、渡辺さんと思ったんですけども。はい。まあ、もう少しでもすんげえベスト10から憧れてた。鍋やつが横通っていってるわと思って。一切見合わせてくれなかったんですけども。はい。で、まあまあ、それで、7時から出て行ってね。最初ね、なんか20分ぐらい出ますって言ってたんですけどね、結構短かったんですよ。なので、俺はなんか知事が新型コロナが広まってるんで、急に出演することになったんで、すごいなんか出る時間がだいぶ短くなりましたって言われてね、はい。なんなんですかね、タイミング悪いですね、知事よと。まあ、知事やからね、もう知事やからね、県のね、生放送やからね、それはもうコロナ危ないですよって言わんとあきませんから、そんなもん、もちろんそれが。優先ということで、私たち、2人ですよね、はい、土山の、革職人さん、レザー職人さんと、ね、信楽屋の、ね、信楽屋の焼き屋さんはですね、時間を削られてですね、はい、なんかね、カンペで出されましたよ、一言でまとめてくださいとか言われるんですけどね、まとめれへんよね、そんなもんね。俺、何も、そんな、どう、一言でまとめろ言われてもね、うまいことまとめられへんよとか言うの、まあ、それぐらいですね、結構時間が押してたということだったみたいですね、はい。まあまあ、よかったですね。わあ、すごい、ジャリズムだってこと見てましたよ。わあ、もう、何を言ってもジャリズムです。もう、僕らはね、もう、すんげえベスト10っていうね、もう、これ、僕、さっきからすんげえベスト10、すんげえベスト10言うてますけど、まあ、わからない人はわからないですよね。ね、まあ、関西でね、90年代の半ばにね、放送されてたんですよ、ABC で。あれ、いつやったかな、平日の夜の11時かなんか、それぐらいやったと思うけどな。ね、その前のね、前身番組は日曜の昼からね、130Rが司会でやってたんですよ。130Rが司会で、中川家のレイジとかがね、レイジさんとかが、そこで中国人の真似とかしてたんですけども、次長課長とかやってて、その前身番組、お昼の、ね、お昼のバラエティワイドみたいなね、前身番組の後に、すんげえベスト10って言うて、各ね、漫才師、まあ、コンビがですよね、お笑いコンビがネタのランキング番組ですよね。各ユニットとか組んだりしてね、やってて、すっごい人気、めちゃくちゃ人気やったんですよ。もう、そこで見た千原兄弟が、司会で、メイン司会でね、戦国真美さんがいな。あ、ごめん、名前が出てこい。名前が、アシスタントの女の人がね、戦国さんとか言うたら気すんねんけどな。まあ、やってて、で、その前言ったら千原兄弟が、まあ当時ね、その2丁目で、まあ一番人気があったんですよ。1993年から4年、5年ぐらいにかけてですよ。一番人気があって、で、その次、というかそこと総壁を成してたのがジャリズムです。はい。千原兄弟とジャリズムっていうのがちょっともう別格で上にドーンといて、その、次のぐらいの人気のところが中川家とかね、メッセンジャーやったんですよ。まあ、もちろん実力運のは分かんないですけど、ね、人気っていうのはもう、まあ、そう完全にそうでした。もうジャリズム、ね、渡辺さんと山下さんですごい人気がありましたからね、もう、はい、もう俺はもうみんな、大好きでしたからね、もうジャリズムっていうかっこいいっていうね、もう時代のダウンタウン、ね、千原兄弟とかジャリズムが、あ、今
ね、全国のテレビで、活躍されてるダウンタウンの次を、こう、担っていきゃんねやろうなってみんな思ってまして、こう、ね、世代交代があるんねやろうなっていうふうにみんな思って、あの当時の中学生でみんな思ってたんですよ。で、その、ジャリズムの渡辺さんが、滋賀県出身っていうことがね、当時ね、あれ分かって、滋賀県らしいでって、森山らしいでっていう噂が流れて、あれ高島らしいですね。高島の人なんやね、あの人ね。で、まあ、それで今、滋賀県でもね、仕事してはるんですけども、みんな、わー、すごい、ジャリズムの渡辺って滋賀県の人なんや、うわ、同じ県やで、言うて、みんなが誇らしい気持ちやったんですよね。まあ、そんなね、よかったですね。金曜おもろしが、ああ、もうジャリズムに会えたっていうのがね、何よりの思い出です。よかったです。ということでですね、まあ、昨日ですね、昨日私見ました。皆さん見ましたか？まあ、これを聞いておられる方は大半が信楽の投機関係者やと思いますんで、富増純一さんの、ね、坪九郎のね、もう80歳、もう82歳言ってましたね、おじいちゃんですよ。富増純一さんが、OB、研修生、滋賀県ね、養生技術試験場研修生の OB 会の企画でですね、まあ、OB に向けて、信楽焼の歴史ということで講演しちゃったんです。ただまあ、今回コロナの、この、まあ、情勢かってございますんで、人集まるのどうかっていうことでね、YouTube でね、配信しちゃったんですわ。あれ、限定公開なんかな？まだ生ですよ。YouTube ライブでね、限定公開みたいな感じで、OB には、それぞれ、アドレスが送られてきて、7時からやります、言うてね、7時から9時ぐらいまで、7時から9時ぐらいまでやったんちゃう？まあ、来ました。いやー、まあ、素晴らしい。もう、お話でしたね。面白いお話でしたね。ね、田代の方のね、瓦を焼いてた場所とかね、そこに天皇がね、その当時の天皇陛下が行って、激怒したんじゃないかとかいう話でね、非常に面白かったですね。今ね、市役所でこの販売されてる信楽焼の技法の、歴史ですね。富増さんが、富増さんが監修したわけじゃないね。なんかね、昨日も言ってたよね。もう富増さんね、富増先生ね、もうね、面白い、もう話はもう、岩畜含んだ。もう、しがらきの長老ですよ。もう言った長老ですよ、しがらきやり。ご自身も、陶芸家であり、陶器製造業でありね。それでいて、まあ、元町議、ね、町会議員をね、まあ、何年も務めはりまして、郷土市の、ね、方でも、まあ、いわばもう、しがらきで一番、その尽力をされた方でございますんですがね。もう、いかんせんですね、もう82歳ということで、その、いろいろなところ、まあ、もう、愚痴がすごい。愚痴じゃないっちゅうね。愚痴やない。提言ですよ。まあ、今の大切信楽のね、業界に対するね、こう苦言であったりね。だからもう、後半40分くらいはもうずっとそれになりましたね。ずっとそれにでね。まあ、そうですね。うん、惜しいです。やっぱりね、あの世代のね、ちょうどだから30年前ね、1991年、29年前ですよ。世界陶芸祭がね、起こって、まあ、信楽高原鉄道と JR 西日本の、事故が起こったと。やっぱそこから、今の凋落が始まっているんだと。信楽焼の産地としての凋落が始まっている。凋落とも言うてやらへんだけども、そこからやはりそれまでやっぱ好景気ということもあって、町として、信楽町として、陶器、信楽焼の振興であったり、信楽焼をこう前面に出した街づくりっていうのをやっぱこう回してたと。うまいこと言ってたところもあったと。やっぱ陶芸祭まで開けたと。世界陶芸祭まで開けたけども、やっぱりあそこから、事故の、やはり事故での言うたら、ダメージ言うたら失礼だね。事故での失敗ですよね。事故でやはり大きな信楽として大きな過ち、失敗をしてしまったという。そこからやはりずっと、ダウントレンド。ダウントレンドなんていう言葉が正しいかどうかわからないですけども。まあやはりそこからやはりいろいろと進行というものが、後手後手に回るようになったし、やっぱそれに書かれるようになれば事故の対応っていうのもあるんで、それが書かれないようになって、今日のまあ、こういった、生産高の、まあ、自利品の状態があるんじゃないのかというふうに言われておられましたね。まあ、それはね、一理あるとは、僕はね、若いみそらでですね、半分ぐらいしか生きてないですけど、そう思うんですけどね。まあ、もともとはね、昨日のね、昨日の講演聞いた人が何人いるか知らへんけども、ね、まあ、それだけがね、全部じゃないやろうとも思うんですよね。基本的にやっぱり生産高の減少、いわば焼き物自体が売れなくなったと。で、それは別に事故があったからとか、いうこと、信楽陶芸祭がああいう形で終わったからっていうことが原因ではないですからね。基本的には、やっぱ日本中のね、焼き物っていうもの自体の、売り上げっていうのが下がるっていうね、時代になったと。
大きな大きな、それが要因だと思うんですね。まあもちろんだからそれにね、油か、それにね、それで全部よしとせえっていうわけじゃないんですけども、それがあるからね、やっぱり、基本それがあるからなかなかいろんな、信仰っていうものがね、うまいこといかなかったっていうのもあるやろうとは思うんですけども、まあわからなく難しい。でね、いろいろとね、信仰策、これから私はこういうふうなことを提言していっててんやっていうふうにね、おっしゃられてましたしね、ホテル、ね、まあまあ、まあ、いいかも、これはええか。別にそれはね、いろいろあるし、まあ、もしね、限定公開かもしれないですけど、まあ聞いてください。最後のラスト、40分ぐらい。それまで鎌倉時代から、信楽焼が、どういうふうな起源で生まれて、どういう経緯を辿っていったか。で、近代に至るまでね、駆け足でしたけどもね、非常に面白いお話、面白いというか、ためになるし、そうやったんやっていうこともありましたんでね、ね、やっぱ、富松さんのね、お話をね、皆さんも聞いてください。おっと。聞きましょう。いや、もう、あの方、富松先生は、もう、それはやっぱり、しがらきの、やっぱ、宝ですよ。全部、やっぱ、あの人ぐらいしか知らないでしょ？今、その、ご存命の方で、今、このしがらきで生活して、生きてはって、それでいて、研究で、そこまで知ってるっていう方、体系的に、ちゃんと説明できるっていう方、多分、富松純一さんぐらいちゃうんかなと思うんですよね。だからね、まあ、あれなんとかね、資料とかでね、なんとか整理しなあかんなとは思うんですけども、まあまあね、もう信楽のね、底辺陶器屋がね、底辺陶器屋がね、こんなこと言うてもね、まあしょうがないんですけども、ね、だから1500円で今販売してる、市役所で1500円で販売してる信楽陶芸の技法、ね、登り窯までしか書いてへんって言って、富山さん、非常に怒っておられましたけど、皆さん買いましょうね、時計やったら買いましょう。僕もね、買いきますよ。1500円で。はい。買います。それは。はい。でね、何を言うてやったんかな。これね、もうね、次ガッと喋ろうと思うことがね、もうポンと出てこないんですよね。なかなかね、これ喋りながらこう考えてるんですけどね。なかなか、なかなかやっぱりね、頭の回転が速いね、アナウンサーさんみたいにはいかないですね。まあまあ、そういうことをですね、昨日、富松純一さんの、あれですよ、講演会で。まあ、ライブ配信でね、試験場もね、なかなかね、いろいろと、ね、やっぱこの時節にね、この時、なんすか、時節に合わせてね、ことされてますよ。はい。ね、富松さんの富の上はね、点はいらないんです。みんな間違って点打つけどね、あれいらないんです。富松っていうのは、このしがらきの富松からいらないんですって。息子さんにね、富松純一さんも82歳。82歳だよね、もうね、うちの弟も、卒論で地元のこと調べるときに話聞きに行ってましたからね、もうそれが15、6年前ですからね。はい、82歳。その息子さんがね、まあ、富松さん、ね、坪九郎さん、今ね、やってありますけど、僕ね、その息子さん言うともう還暦近いんですよ。もう還暦近い。消防団かでね、もう上全部やって、もう長年やって辞めはった人ですからね、まあ、大先輩なんですけど、僕その人にね、小学校の時にね、野球を教えてもらってたんですよね。意味がわかんないですよね。野球部には僕入ってないです。僕、小学校の時野球部には入ってないんですよ。地元の、しがらき、スポーツ少年団の野球には入ってない。僕、剣道部やったんですよ。剣道。で、だからそうやのに、その富松さんになんか知らんけども、その息子さん、高校野球してたね。野球を教えてもらってたんで、なんか週何回ぐらいかなんかね、テニスボールで打つっていう、ノリをしてたんですが、なんやってんやろね。今思うと、野球も入れよっていう話やねんけども。で、野球は僕大好きやったんですけどね、もう野球は好きで好きでね、やっぱり92年の、亀神フィーバーをね、もうやっぱりもう全身浴びでね、育ってますんでね、好きやったんですけど、野球部には入れなかったです。もう日曜日に練習するのが嫌やったんですね。うん。なんでって。日曜日で休みたいやんって。月曜日から土曜日までそんな学校で頑張ったのに、日曜日までなんで学校のグラウンド行って、そんな、なんか命令とかされなあかんねんって僕当時から思ってたんですよ。そんな、ろくでもない小学生ですね。って思って。野球部とかね、サッカー部とかね、入ってる子だってなんか偉そうでしたしね。うん。偉そうやったわ。なんか野球してんねんぞ、俺サッカーやるぞ、みたいな感じでね、なんかね、小学校でも幅を利かせてるような感じがしてましたよね。怖かったし、なんか、わ、う、ぁ、ん、いやいや、あんな子らと一緒のチームに入れへんと思ってね、影の薄い木曜日やってた、剣道部に入ってたんですけども、はい。木曜のね、夜のね、6時半頃から始まるんですよ。で、僕ね、小学校1年生から、しがらきスポーツ少年団の剣道部にずっと入ってたんですよ。小学校1年生から小学校6年生まで入ってるんですよ。で、まず、剣道じゃないですか。
剣道、何のために剣道すんねんやったら大会に出るために剣道すると思いますやん。そうでしょ、毎年なんか夏の大会なりね、秋の大会があってそれに出てね、5対5の団体戦でやるみたいな。これ剣道部やもん。結構部員いたんですよ、剣道。僕の目標行ってたスポーツ少年団の剣道部、部員結構いたんですよ。10人ぐらいいて、10人、15人ぐらいいてね、上にも下にも先輩と後輩いて、はい。で、この剣道部で試合、大会試合やったの、一回だけなんですよ。6年間で。たった一度だけ。それも練習試合なんです。練習試合。あのね、水口かどっか行って、帰りにね、後世の王将でお昼ご飯食べて帰ったの覚えてるんですよ。みんなあの野球とかしてたらね、野球とかしてたらね、みんなそういうあの野球部ね、小学校で野球とかしてたら、大会出て試合して、その帰りにね、監督らと一緒にね、なんかマイクロバスなりなんなり乗って行って、帰りにご飯食べるとか、ありませんか？僕らこれ6年間で、僕ら信楽のスポーツ少年団の剣道部は1回しかしてないんですよ。それも正式な大会じゃないんですよ。で、なんでかなって思ってたんですよ。なんで俺、こんなこと でなんかそういう剣道やから、なんかその心身を鍛えるためになんかその大会とかじゃないんかなとか思ってたんですけど、それはおかしいですやん、絶対おかしいやん。でその後ね、よくよ、あの大学生ぐらいの時かな、もう一人ね、小林雄吉っていうね、あの僕の同級生がいるんけど、その子がね、俺も剣道してたって言うんですよ。同級生ですよ、雄吉さんとしましょう、雄吉さんが。でも俺、ゆうきっさんと一緒に剣道したことなんかないんですよ。剣道部、スポ少の剣道部にゆうきっさんはいなかったんですよ。あ、なんでなんと、と思って、でも入ってなかったよねいう話したら、よくよく聞くと、ゆうきっさんは水曜日に行ってたって言うんですよ。僕は木曜日なんですよ。で、水曜と木曜に剣道部は2つあったらしいんですよ、信楽の。で、同じとこで練習してるんですよ。で、水曜日の剣道部が試合とか行っとるんですよ。なんか試合とか毎年行ってたらしいんですよ。試合したで言ってるんですよ。木曜の剣道部は一切その言うたら大会とか出してもらえなかったんですよ。ええ、すごい話でしょこれ。そんなことあんのっていうね。はい、でそのなんかね、もうその僕行ってた時の先生がね、覚えてるんですよ、木曜の行ってた時の先生がね、いやお前らは下手くそやから、こんなもん試合なんかに出しても話にならんから試合出さんってずっと言ってたんですよ。もうなんでこんなこと言ってんのかなと思ってたの、俺小学校さすがに高学年ぐらいでもずっと、いやお前ら下手くそやからな、大輝は下手くそやからな、下手くそやからなって言うんですよ。で絶対にお前らなんかもう試合出してもしょうがないしな言うて、でもまあなんかそういう草してなんか剣道の練習さすあんかなと思ってたんですけども、どうやらして、で、多分、ね、教えてる先生は水曜日も教えてるんですよ。で、どうやら水曜日の方が試合とか、普通で言うたら、しがらきの剣道部の、正式なのは水曜日やったみたいな。木曜日あれば何やったんやと思うんですけど、いや、お袋とかに入るときに説明聞かへんだからと思うんですけども、いや、まあ、そう。僕らはね、6年間、小学校1年から小学校6年までやったんですよ、剣道。練習試合を1回だけさせてもうたんです。で、なんか、お前らは、なんか、やらさん、お前らはなんか、やる気がないし、うまくないからやらさんやんってずっと言われてたんです。なんか、その練習試合行った時も、なんか、あれでしたわ。なんか、はっきりしたこと言うてませんでした。なんか、いや、下手くそやけど、練習、試合さしたるわ、みたいな感じやったんですよ、なんかね。すごい覚えてる。なんやってんやろ、あれってね。40になった今でもね、今日何やってんやろ、あれって思うんですけども。そんなことあると思うんですけどね。まあ、そういう、剣道部の思い出で23分、おっと時間が来てしまいました。23分も喋ってしまいました。はい。今日も、取り留めのないことを話して、ね、3週間ぶりということに別にできます。いつも通りのねことを話します。次お会いできるのはまた3週間経つかもしれませんね。いろいろとちょっとね生活状況変化しておりますんで、大変でございます。はい、なかなかねスッとこう YouTube を配信できる体制になっておりません。そして、この体制の変化に完全に自分で負けております。はい、これも今まで自分というね個人に勝ったことがないな、自分に勝ったことがね一度もありませんからね。これからも配信がどうなるかは分かりませんけど、また皆さん会えると信じて、今日はお別れしましょう。それでは皆さん、大気の器、水、水銀窟、水染み出しラジオ、これにて終了でございます。あ、バイビー。